おはようございます。朝ごはんでございます。富士王の朝ごはん。母ちゃんがなぜか声を上げて、さっきショート動画の時に聞いても答えません。これ何ですか？これはお茶漬けなんですよ。鮭茶漬け。汁が少なくなったんで、僕はこれがいいんですよ。もう朝から飲み物いっぱい飲むんで、いいって言ったらみっともないけどお湯入れろって言ってました。なんかですね、私にいろいろ言う人いっぱいいるんですよ。こっちにもいるんですよ。あっちからもいっぱい来るんですよ。いっぱい来るんですよ、皆さん。公開しましょうか、もう。公開処刑で。これは魚です。見せたいけど、あれを公開して。なんか嫌じゃないですか、いろいろ。食べ終わってから言います。しかもここにいるんで、やめろって言われてる。あんた食べ終わったら寝ますから。あの人が寝たら、喋ります。あの人やめろって言います。だから面白くないって言います。言っても言います。だけどストーリーなんてあれも、ああこれ食べてみたの、電源じゃなくて、うん、電源しなかったな。俺がゲレンだから。ゲレンとはバカってことです。沖縄方言ゲレン、ゲレンパーとか言うもんね。あ、日本語沖縄だよね。ゲレン、ゲレンパーバカ親父みたいな。ゲレンゲレン親父。レンゲ。僕噛まないじゃないですか、あんまり。噛まないんじゃないですよ。皆さんよくですね、噛んだ方がいいですよって言いますけど、噛めないんです、歯がないんで。だから、カメハメハ攻撃じゃないですか。これを、おかゆだと、笑ってんじゃねえよ、いつも。そのつもりで作ったの？あの人がいつも動画撮ってる時とかも寝るんですよ、撮りながらこう。それをなんかは注意したら怒ってると言われるでしょ。原因はあの人にあるんですよ。でも美味しいの作ってくれてんだよね、あなたがね。で、伸びたんだよね、動画は。うん、もう絶好調に伸びてますよって言ったら減りましたよ。なんか素直に言ったら減ったりするし、面白いですね。僕は伸びてますよって言った理由は、いろんなコメントとかクレームとかアンチとか言って心配してる人もいるんじゃないかな。重く勝手に思って。でも見てくれる人が何人かいるんで、ありがたいですよって意味で、伸びてますよ。皆さんが見ていただいてるおかげで伸びてますよっていうつもりなんですけど、あの言葉言った途端に減りますからね。まあ YouTube なんで上がったり下がったりっていうのは仕方ないですよ。その時の、いちいち言動とか食べてる仕草とか悪かったとこととか、特に僕みたいなアンチなっていうか、まともな人間は何やっても文句あるし、あの YouTube でないと、あの人も怒ります、親も怒ります。あいつはでも文句ありました。仕方ないと、人生なんで。私の運命、共同体。笑うんじゃねえよ。そうだろ、絶対。見てきて笑ったろ、お前。アンチが多いもんだからね。昨日、そこで缶があったんですよ、そこに。ここに投げるやつがいるんで。俺、いるやつが缶ばっかりで。こんな時に投げ合って蹴っ飛ばしたら、何人かに、
何人かに見られて睨んでたんですよ。でも片付けるのは僕なんで、ただ一回怒っただけですよ、そこで。みんな見てるんですよ、私がいいことしてるときは、人命救助とかいろいろやってるときは、誰も見ないね、おじいちゃん助けたときも。誰も言わない。何かちょっとしたことで、なんか、もうパッて目がいっぱいあるんですよ、あっちこっちに。そのときだけ出てくるんですよ、みんな。ほんね、近場でも、そんな人生なんで。YouTube 見てる人たちはさぞかし迷惑かけてるでしょ。でもそれが楽しかったりすると思って勝手にやってるんで、どうぞ見てください。楽しいですよ。アンチが生きていく人生、的が生きる人生も楽しいもんですよ。大体基本考えてみてください。ずっと言ってますけど、まだ電話来ないですよ。何も言ってこないですよ。あの、死にかけてるって言ってたらどうなったんですかね。普通は、言ってるか何か言ってくるべきじゃないですか。YouTube も見てるらしいですよ、みんな。親戚、友達。友達も来たけど、なんかそういう集まりのことだけって、何もやらなかったですよ。そんなものですよ。生きてる状況でもそうなのに、ここから通して見る人は本当ありがたい。そんな藤尾を見てくれて、応援してくれて、だいたいこれ言ったら悪いかもしれない、この人登録されてないですよ。この人、周り全員見てるだけです。だって悪口言ったときに普通登録したら消えるじゃないですか。消えないですか。いらっしゃい。お蕎麦ぬるくないかな。大丈夫？見てみて。うん、大丈夫かな。さっき温めてよ。大丈夫？大丈夫。うん、ありがとう。でさ、食べてるときはやればいいじゃん。なんかこれなんか頑張ってるみたいな、お前食べてるときね、アホ。ジェスチャーね、下手な人。これ美味しい。これが美味しい。この魚最強とかなんとかよりもこれ食べやすいね。今日食べやすかったでしょ、これ。これいいです。いいんじゃない？
作るのも楽でしょねえ、最強より洗うのなんてない、ない。もうあのお湯さ、あのお湯処理した？入れてお湯、もう消してた。うん。あ、そういうです。はい。ありがとう。ありがとうございます。またお願いします。そばだけ食べたの。うん。弁当も食べた。そばだけ食べたんでしょ今は。お湯を入れます。知ってる人？知らない人だよね。やったこやじばとか言うもんね。あの知ってる ああいう感じだった。おいつ出ないのか。これだけかみたいなな言うよな。的なんで俺は。いやでも次来なくなるような。YouTube の登録消すみたいに的だから。まあいいんですよ。そういう中で生きてきますから、応援してる人はいるって。応援してますよね、みなつさん。だから伸びてますから、少しずつ少しずつ。グッドボタンこそないけど、動画も伸びてますから、恥ずかしいよね、あれね。だから見た方は、お知り合いの方は、ぜひ、10人ぐらい最低でも、グッドボタンしていただければ。あれはですね、600人とか言っても2人ぐらいです。あれ1人は私が押してますから、だから2人です。で、私の周りは誰も登録してないんで、母ちゃんも子供も、あとこれ多いですよ、私の動画見てるってことですよ。これの数はあの人たちの数、あれ僕の親族は、だからあれだけこう親兄弟にも的にされてるんで、皆さん本当によく見ていただいて本当にありがとうございます。こんな嫌われ者の不二雄の動画を自分で言うのもなんですけど、よく見て、クオリティも低いのに、それはですね、多分ですね、いいことありますよ、絶対に。人に優しく、人にいろいろできる方は、私は祈りますから、何かあってくれ。僕の祈りは、的に合ってる分、僕の願いは叶えます。なんで、皆様の健康とご発展、言いながら切ってる方いると思いますけども、願い続けてますよ常に。うん、俺はお茶入れて飲みますから心配しないでください。はい、いろいろ反省して YouTube とか見ました。でこの後にお話しさせていただきます。さようなら、ごちそうさまでした。